ケビン・レイ・タッパーには MLB の元選手。ポジションは当主。アメリカ合衆国アヨワ州でモイン出身。日本語メディアにおいては、性を超音にしないケビン・タパーとも表記される。1985年の MLB ドラフトでシカゴ・カブスから9巡目に指名されたが入団せず、翌1986年の MLB ドラフトでオークランド・アスレチックスから2巡目に指名を受け入団。 1987年オフにはトレードでニューヨークメッツに移籍。1989年は7月までにトリプル A、タイドウォータータイズで7勝5敗、防御率3.47の成績を残しメジャー昇格。1989年7月4日のヒューストンアストロズ戦でメジャー初登板を果たす。先発のボブ・オヘイダが1回持たず8失点でノックアウトされた後の登板で、 4回1、3を投げ1失点。7月31日に前年サイヤング賞投手のフランク・バイオーラとのトレードで、ディック・アギレラ、デビッド・ウェストラと共にミネソタ・ツインズに移籍。ツインズでは、先発ローテーションの一角として32回に、3を投げ2勝2敗、防御率3.86の成績を残した。1990年はシーズンを通して、先発ローテーションに定着し、 12勝を挙げる。アリーグ新人賞の選考では5位につけた。1991年は、キャリアハイといえる防御率2.99、16勝9敗の成績を残した。その年のワールドシリーズ2戦目に登板し、勝利投手となり、世界一を経験した。90年からの5年間、タッパーには、ツインズの先発として、フル稼働し、平均で13勝。 200イニング以上を投げた。1995年7月31日に、クリス・レイ・サム、ホセ・パーラ、グレッグ・ハンセルラとのトレードで、マーク・ガスリーと共にロサンゼルス・ドジャース移籍。ドジャース移籍後は、シーズン終盤に4勝を挙げ、シンシナティレッツとの地区シリーズではリリーフとして2試合登板するも、1、3回を投げて4死休3失点の大乱調で、チームも3連敗で、 地区シリーズ敗退となった。オフにはフリーエージェントとなり、1996年2月3日にシカゴホワイトソックスと1年契約を結んだ。その年は13勝を挙げ、3年ぶりに200イニングに達した。オフには再びフリーエージェントとなり、12月13日にシカゴカブスと5年契約を結んだ。1998年7月20日の アトランタブレーブス戦では、カブスの投手では、史上6人目となる満塁ホームランを放ち勝利投手にもなった。その年は、自己最多の19勝を挙げた。しかし、以降のシーズンで2桁勝利はなく、2001年に37歳で、現役引退。引退後は、ミネソタ州ミネトンカに妻と3人の子供と共に、暮らしており、息子の野球チームの指導をしている。 ありがとうございます。